を食べ過ぎたんじゃ。エビはもういい。エビはね、食べた。もういいな。あ、ここで今から飴になるんだね。これ最高に、もし有名人だったら絶対バレないわ。うん。バレない。おすすめしたい。いや、これから顔バレしそうな時野菜かけるんやで。T. M. C. とか。T. M. C. これ逆に。不思議な顔される。みんな T さん不思議な顔する。いや、こっちの方がいいんじゃない。揚げたて食べられそうだよ。うん、あ、すごいじゃん。ね。はい、じゃあ。うん、決定、イエース。味、何が。味選べるの。なんかいろいろあるわ。甘くないのもありそう。甘くないのがあれで、あれちょっと物がかかってる。それだけだけでばもできる。なるほどね。こっちかな。こっちに並ぶんか。あっちかな。飲み切っちゃおう。早く飲み切っちゃおう。バナナも何が嫌いだった。このテクスチャーが。ちょっと苦手。あれもね、ちょっとダメになっちゃったんだよね。バナナチップスは食べる。ああ、そうなんだ。本当に違和感がない。似合いすぎ。みずこさんさ、なんで違和感がないと思うっていうかさ、鼻が高いじゃん。もともとだからあんま違和感がないな。高くなってないよね、多分ね。だってぴったりだもん。ぴったりだもん。すごくない、このお花にぴったりですごくない。伊達さんがかけたらどうなるの。ちょっと待って、ちょっとここ痛いから気をつけて。あ、でもかかんないのよ、そこかかんないの。かかんないから、可愛い。普通に可愛いわ。姉さんに笑われてる。かわいい、かわいい。どうぞどうぞ。どれの味にする？私まんまが好きだけど。オッケー、じゃあ1にしよう。オリジナル50円。ダダさんはなんかね、マジックしそう。マジックしそうだね。ハトがしそう。暑いんじゃない？めっちゃ美味しい。ここ一番タイプ。普通のさ、あんまね、ニューって感じのね、ついてなくて、サクサクがメインの感じだから、これは好きかも。これすごいんだよな。味のさ、秋限定に出てくるさ、夏のお菓子あるじゃん。あれにすごい絶対だから。あ、いっちゃったね。じゃあ私もいただきます。いや。わかる。これこの間食べたやつよりもっとサクサクしてて、なんだろうな、お札どきっていうチップスがなくなるチップスがあるんだけど、あれに味が似てる。すごい微妙な感じなのかな。この空気のふわふわとこの固まってる感じ、多分ここが味の塊みたいな感じ。周りはマジで浜田さんが言ったようにお札どきな感じ。なんかこのバランスなんじゃないかな。ここはね、多分ね、揚げ残しじゃないかな。そう、揚げ残しだと思うの。揚げ残しだと思うの。なんだけど、これがあることによってなんかちょうどいいバランスをとってる気が私はした。これだとさ、全部サクサクで終わっちゃうじゃん。まあ分かった、意味が、うん、なんかね、このボールがこの周りのなんていうのかな、このサクサクの層だけを作るだけの生地よりちょっと多いんだよね、うん、だから揚げ残しができるようになってて、どこがもちもちなんだよね、うん、今自分が何個食べたか分かんなくて、今3つ目口の中に入ってた自分が。あ、じゃあもう1個食べたいです。10個入りだっけ？ 10個入り。そっか、これ残り1個か。そうだよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。